はい、こんにちは、116インズです。さて、 MLB も開幕して1ヶ月半、もうすぐ2ヶ月が経過しようとしていますが、活躍している選手、なかなか思い通りにいっていない選手様々いますけれども、その中でも、この選手が今主力クラスに活躍してるのと失礼ながら思うような選手もいます。特にオフにかなり格安、あるいはただ同然で獲得してきた選手が大活躍している例も結構あるんですよね。チームからしたら空から女の子がではないですが、主力選手が突然降ってきた感じとなっているかと思いますので、今回の動画ではオフに非常に安く獲得しながら、現在チームの主力クラスとして活躍している選手6人をご紹介いたします。それでは早速その選手たちを見ていきましょう。はい、まず1人目はレッズの外野手タイラー・ネイクインですね。ネイクインは2016年にインディアンスでデビューし、この年116試合でホームラン14本、 OPS 8割8分6厘とルーキーながらセンターのレギュラーとして活躍し、チームのワールドシリーズ進出に貢献した選手ですが、その後は怪我などでバッティング面で1年目に並ぶ成績は残すことができず、昨年のオフにインディアンスからノンテンダーとなっていました。でレッツとマイナー契約を結ぶこととなったんですが、秋山選手の離脱もあり開幕ロースターに入ると、開幕7試合目の出場までにネイクインはなんとホームランをいきなり5本放ちまして、どでかいインパクトを残しました。さすがに7戦5発のペースは維持できませんでしたが、バッティングの調子自体はその後も極端に悪化せず、ここまで34試合でホームラン8本、 OPS も8割8分4厘と1年目以来の好成績をここまで維持することができています。ネイクインはキャリアを通して打球初速は結構速い部類の選手ではありましたが、今季はヒットや長打になりやすいとされるバレルの打球割合がキャリアハイの 14.1% と、バレルで打つコツをもしかしたら掴んだのかなと思うような成績ですね。秋山選手が先日復帰しましたが、依然としてネイクインは打線の中軸で起用されていますので、チームとしては彼のバッティングもはや欠かせない存在なのでしょう。2人目はインディアンスのブライアン・ショー。ショーは今季開幕前にも当チャンネルでフルスで復活に期待したい選手としてご紹介しましたが、インディアンスに復帰してここまで見事なピッチングを披露しています。1度目のインディアンス時代は毎年70から80登板をこなすタフな右腕として活躍しましたが、ロッキーズに移籍した2018年から成績が急降下。昨年は開幕前にマリナーズと契約を結びましたが、結果は6回12失点、防御率は 18.00、 失点が奪三振だったらどれほど良かったことかと思うぐらいひどい内容でした。マリナーズの代替地でのキャンプにその後送られましたが、ここでマリナーズのピッチングコーディネーターであるマックス・ウェイナーとピッチングの改善に取り組みまして、どうもこれが彼のキャリアを立て直したようなんですね。インディアンスの開幕ロースターに入るとコマンドがばらつくことはあるものの、彼の投球の8割を占めるカッターがよみがえりまして、ここまで16試合の登板で防御率は 1.80、 インディアンスのブルペンの中ではクラッセ、それからカリンチャクについて頼りにされているくらいですので、マリナーズでは結果を残すことができませんでしたが、ショーが再びメジャーで輝く上ではマリナーズでプレーしたのが大きな意味を持ちましたね。もともとのタフさもありますので、これからもブルペンで重宝される存在となりそうです。3人目はレンジャーズのイアン・ケネディですね。ケネディは現在36歳のベテランの右ピッチャーですが、もともとは2011年のダイヤモンドバックス時代に21勝を挙げたりなど先発として実績を残してきた選手でした。ただ先発として次第に成績が残せなくなってきていまして、2015年オフにロイヤルズと5年総額7000万ドルの大型契約を結んだんですが、期待通りの活躍を見せたのは1年目の2016年だけ。そこから2年間は先発として MLB のリプレイスメントレベルを下回るパフォーマンスでしたが、2019年にブルペンに回るとこの年防御率 3.41、 30セーブと適性を見せます。昨年は思い通りの結果とはなりませんでしたが、ブルペンの後ろで活躍した経験をレンジャーズに買われると、本来ブルペンの後ろを任されるはずだったホセ・ルクレックやジョナサン・ヘルナンデスの怪我もあって開幕からクローザーに就任。するとここまでは初めてクローザーを務めた2019年よりも成績が良く、17試合で失敗なしの11セーブ、17回で21奪三振と支配力も見せているのがまたいいですね。今季のケネディ、これまでと異なっている点としてはかなり高めの速球を有効に使っていまして、ベースボールサバントで私が調べた限りでは2015年以降では最高のようなんですけれども、でしかも非常にこの速球に頼っていると。投球の8割以上を速球が占め、それでいて空振り率が 37% とめちゃくちゃ高いので、レンジャーズがうまく彼の活用方法を見出すことができたようですね。レンジャーズは今季コンテンダーにはならないと思われますが、このままケネディが今の活躍を続けたら夏場のトレードでレンジャーズも良いリターンが期待できそうな、そんなピッチングとなっています。続いて4人目はパイレーツのタイラー・アンダーソンです。
アンダーソンは2月中旬のスプリングトレーニングも始まったくらいの時期にようやくパイレーツと1年総額250万ドルと安めの契約を結びまして、これがこのオフパイレーツにとって初めての MLB 契約となりました。もともとはロッキーズに2011年ドラフト全体20位指名を受け期待されていた左腕でして、で MLB デビューした2016年は19先発で防御率 3.54、ウィンズアボールリプレイスメント 3.2 と打者天国を本拠地としながらもなかなかの成績を残しています。2017年2018年もまずまずの成績を残しましたが、しかし2019年、この年は開幕から膝の状態があまり良くなく、おそらくそれも影響して5先発で27失点と打ち込まれてしまうと、6月に膝の軟骨欠損を修復するための手術を受けることとなりシーズン終了。膝の問題は2017年頃から顕在化していたようですが、手術からの復帰までにかなりの時間を要することから、ロッキーズからノンテンダーとなると、昨年はジャイアンツでプレーしましたが、そこでもノンテンダーとなってしまい、流れ着いたのが今のパイレーツでした。ただ今のところのアンダーソンはそういった健康面の問題からは解放されているようでして、8先発で防御率 3.50、 昨年から奪三振を増やし、それでいて四球を減らすことができていますし、また開幕7先発連続で5回以上かつ3失点以内と試合もしっかり作ることができています。ウィンズアボブリプレイスメントで見ても MLB 全体で先発としてはトップ40ぐらいには入ってきますので、そんなピッチャーを250万ドルで拾えたならそんなに悪くない話ですよね。こちらも先ほどのレンジャーズのケネディ同様、夏場のトレードの可能性もありそうです。5人目安く獲得したかどうか以前に、おそらく MLB 全体でもサプライズプレイヤーの一人だと思います。アスレチックスのコール・アービン、今年の1月にフィリーズとの金銭トレードで獲得した選手ですが、今のところローテーションで文句なしの活躍を見せている左腕です。アービンは2016年5巡目指名でフィリーズに入団すると、そこから比較的順調にマイナーを駆け上がりまして、2018年にはトリプル A で14勝、防御率 2.57、 この活躍もあって2019年に MLB 初昇格を果たすと、デビュー戦のロイヤルズ戦では7回1失点とメジャーリーガーとして最高の滑り出しを切りますが、ただ以降はパッとせず、結局は金銭トレードで放出という流れになりました。がアスレチックスに来てからスプリングトレーニングで18回2失点と好投し、先発5番手を勝ち取りますと、ここまで8先発で防御率 3.02、 ウィンズアボールリプレイスメントも 1.3、 4月28日から4試合連続クオリティスタート。金銭トレードでとりあえず先発要員を確保したと思ったら、普通にめちゃくちゃ戦力になっているというあたり、さすがアスレチックスと言うべきでしょうか。アービンは速球の平均球速が90マイルと現代のメジャーでは珍しいくらい遅いのですが、チェンジアップ、シンカー、スライダー、カーブと球種が多彩で、またコントロールもいいという模範的とも言える技巧派左腕。アスレチックスは先日先発のヘススルザルドがゲームに切れて指を骨折するという謎の怪我に見舞われましたが、金銭トレードで見つけた思わぬ掘り出し物の力にまだまだ頼る状況は続きそうです。そして最後もアスレチックスの選手ですが、皆さんも彼の活躍には気がついていたと思います。ジェド・ラウリーです。ラウリーは今回がアスレチックス3度目の在籍となるんですが、昨年までは2年2000万ドル、日本円にして大体22億円の契約でメッツでプレーするも、怪我のせいで2年間で8打席にしか立つことができませんでした。ラウリーは不思議なことにアスレチックスでやたらと活躍するので、今回ももしかしたらと思われましたが、今のところ二遊間不足に悩むチームを救う活躍を見せていますね。アスレチックスはオフにマーカス・セミエン、それからトミー・ラステラと二遊間が一気に抜け、ただ金銭的な事情もあってその穴埋めも満足にできていなかった状態でしたが、ラウリーがセカンドを見事に埋めました。シーズンの OPS は7割1分1厘と目立つものではないですが、やたらと勝負強く、得点圏に限れば OPS なんと11割8分7厘。この勝負強さは買われてか、特に4月は2番や3番での起用も多かったですね。この見事なまでの復活については、どうも膝の状態が良くなったことに起因するようでして、ラウリーはメッツ時代を通して膝の怪我に苦しんでいたんですけれども、チーム側に手術をしたいと申し出たものの、それが認められなかったらしいんですよね。そしてメッツとの契約も終わる昨年の10月に手術を受け、今に繋がっているわけですから、メッツフロントのまずい判断も同時に露呈する結果となっています。ということで今回6人の選手ご紹介しました。大物選手もいいですが、やはり私はこういったそこまで期待されていなかった選手が予想以上の活躍を見せているというのが好きなんですよね。今回は6人のご紹介でしたが、皆さんにとって今季そこまで期待していなかったけどサプライズとなっている選手はいるでしょうか？ぜひコメントで教えてください。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。